東区は新潟市を構成する行政区の一つ。新潟西港や新潟空港など、新潟市の様々な玄関口があり、新潟市の右腕とも言える。新潟空港級新潟市域の中地区、東地区の一部、石山地区で構成され、区役所は現在木戸地区に置かれている。なお松浜城は阿賀野川両岸にあるが、佐賀川の地域のみが東区の区域となっており、 右岸側川は北区の区域である。区内には新潟港の区域の一部と新潟空港があり、県及び市の海と空の玄関口という側面を持つ。北は日本海、西は品濃川及び新栗の木川、南は日本海東北自動車道、東は阿賀野川に囲まれた地域で中心を通線川が東西に走る。阿賀野川を挟んで東に、 北区、日本海東北自動車道を挟んで南に、江南区、品濃川及び新栗の木川を挟んで西に、中央区を排する。新潟市の区では、中央区とともに、ほぼ全域が、平成の大合併前の旧新潟市で構成されている区である。海岸部では空港及び港の地域を除いて、海水浴が可能で、海水浴中に、 空港から飛び立つ飛行機を間近に見ることもできる。その昔、阿賀野川は品野川に接続しており、江戸時代は幾度も水害に悩まされた地域でもある。通船川は過去に接続していた名残である。現在では主に区域の北部や南部が主に住宅地、中部が主に商業地や工業地となっている。東区の地区構成は大きく分けて、海岸側から順に中地区、 通線側を挟んで、東地区、JR 白新線を挟んで、石山地区の三つ。中地区、東地区は、新潟西港周辺が工業地域で、その東側の大部分が住宅地と水田である。石山地区は北側を JR 白新線、西側を同新越本線に囲まれており、1960年代から住宅地として開発が進んだ場所である。 住宅地の南側は水田。江南区との区境には、日本海東北自動車道が東西に伸びている。区の中心となる、市街地、商業地域はないが、郊外型店舗の集積地がいくつか見られる。中地区の地域、原新マーケットシティ、高度軌道地区の地域、大型地区の地域4、新型東店石山地区の地域住居表示は、区内の宅地。 集落の大部分で行われているが、現在も未実施のままとなっているところも点在する。市政志向から現在までの合併の経営区役所の移転級東区役所現在の区役所は、1994年に開店し2007年2月に閉店した伊東洋華道新潟木戸店の土地、建物を活用して2011年にオープンしたものである。店には、 再開発の一環として、山下家具店などが入居する予定だったものの、土地、建物所有者の大川トランスティルが、経営破綻した影響でこの計画は凍結され、その後も、城外船券売り場への転用なども検討され、賛否両論を呼ぶなど、事態は一時混迷を極めた。その後に、新潟市が、東区役所庁舎の移転先として、伊東洋華堂跡の建物を使用する方針が決まり、 土地、建物は、市が取得した。当時の区役所は、山の下地区にあったが、区域の北端部でた地区からの交通が不便な上に、駐車場の収容台数も少なく、庁舎の建物自体も老朽化が進むなど、より利便性の高い立地を必要としていた背景があった。木戸地区は、区域のほぼ中央部に位置し、建物の立地も、赤道十字路そばで、 立体駐車場も整備されているなど、区内各地や市内中心部からの利便性がより良い、ことから活用が決まった。1階には、区役所の機能を集約し、2階3階には、公民館機能を備えた、文化、集会施設、東区プラザなどが整備され、2011年9月20日に移転オープンしている。新潟空港や新潟港があるため、 それに関連した機関や自衛隊の基地が置かれている。市街地、住宅地の外郭部には水田が広がり、稲作が盛ん。畑作では断尺芋や苺、チューリップの球根栽培が盛んであるが、近年の住宅、商用地の開発に伴い工作面積は減少傾向である。富士建築の北側はかつて砂丘地で、タバコや、 スイカの栽培が盛んだったが、1970年代以降は、宅地化が進み、現在工作地はほぼ消滅した。北越コーポレーション、新潟工場新潟港に面しており、古くから多くの企業が製造拠点を置いている。東区はもともと、中央区の新潟中央郵便局の周廃区域であったことから、区内には周廃局は存在しない。 新潟市八区で周配局が所在しないのは東区のみである。以下の一覧もすべて同周配局である。区内の主な病院は下記の通り、新潟県立大学新潟駅より新越本線、白新線の両路線が区域を通っている。しかし区内にターミナルとなる駅は存在せず、中央区の新潟駅が実質的なターミナル駅となっている。 越後石山駅東新潟駅間は、新越本線の貨物支線としてはつながっているが、直通する列車はない。東新潟駅近傍には、上越新幹線の車両基地である、新潟新幹線車両センターがある。柿以外に、新越本線貨物支線の貨物駅として、越後石山駅より、上沼水信号場を経由して、小島駅、東、新潟港駅がある。 路線バス東区内の路線バスはすべて、新潟交通と同社の地域子会社である、新潟交通観光バスによって運行されている。また、新潟交通は、区内の榎の木に、新潟東部営業所、新潟交通観光バスは、寺山3丁目に、寺山営業所の、以上、計2カ所の運行拠点を設けており、市内の路線バスや観光バス、長距離高速バスの運行拠点としている。 区内を走る新潟交通グループの定期路線バスは E13 系統を除くすべての路線が隣の中央区に乗り入れる。運行系統を大別すると山の下地区へは市役所前より新潟港トンネルを経由する路線、新潟駅前より沼水地区を経由し臨港病院へ至る路線などがある。下山が渡る地区へは新潟駅前、 市役所前から国道百十三号を経由し、船港町や新潟空港、さらには北区北部の商品、南浜方面に至る路線、富士県地区を経由し、が渡る方面に至る路線路に系統に大別される。木戸、大型地区へは、もず指定より、県道三号を経由して、北区や柴田市中心部方面に至る路線、新潟駅南口から指導佐々木路線を経由し、 木戸病院に至る路線などがある。石山地区へは、県道古号を経由して、石山方面に至る路線などがある。なお、区内を運行する新潟交通グループの全路線でに、ートが利用できる。系統番号の C は、新潟市中心部、E は、東新潟方面、S は、南新潟方面。A 字に続く一桁目は、路線、二桁目は、系統を表す。なお、 各路線の詳細は、新潟交通のバス路線一覧を参照。このほか、以下の路線が運行されている。コミュニティバス区バスのバス停東区内では市及び区による、コミュニティバス、区バスを、整令市以降後の2007年4月2日から、区役所と石山出張所を結ぶ、七地区ルート、中野山ルートの2ルートで運行を開始した。前述の新潟交通の路線バスは、 市内中心部から郊外に向けて放射状の路線網を構築しており、区内東西間の公共交通による移動は比較的容易なものの、区内を南北に従管する路線は皆無であり、区役所のある区北部の山の下地区と住宅密集地である区南部の石山地区との間を連絡する公共交通がなかったことから、区役所への交通手段を確保するため設けられたものである。 運行は毎日だが、度休日は便数が減る。運賃は全区間大人210円均一。運行業務は新潟交通が受託している。しかし2007年度の運行実績においては、1便あたりの平均利用者は2人強。利用率も10%前後に低迷し、市が定めた区バス運行継続条件の30%を大きく割り込んだ。 また利用者からも、市内中心部や駅などの交通拠点から利用しにくい、運行は昼間時間帯のみで、朝夕の通勤、通学時間帯に利用できないなどといった意見が寄せられた。このため区では2008年4月1日から運行経路を大幅に変更し、が渡るルート、松崎ルートに再編した。また駅南口発着のルートは、通勤需要に特化したダイヤを編成し、 区役所発を朝2本、駅南口発を夕方2本の計2往復となった。2009年4月1日からは、松崎ルートを4往復、が渡るルートを3往復に増便を行った。2010年4月1日より、が渡るルートが増便され4往復となった。2011年9月20日にはさらにルートの一部変更、増便を実施している。 また2014年7月より2015年3月まで社会実験として、土休日も一部便の運行を行い、その後工場化された。2016年7月末より2019年3月末まで、越後石山駅発着の市地区・江南ルートが桜交通への運行委託により、ジャンボタクシーにて社会実験として運行された。高速バス東区内には高速道路上のバス、 停留所が一箇所ある。港南区との区境の西野にある日本海東北自動車道の西野バスストップは日東道経由の高速バスが発着する。下り停留所側にはパークアンドライド用の駐輪場、駐輪場が設けられている。なお、日東道の道路自体は港南区に位置する。高速道路整例市以降の際、旧新潟市域の区割りを決定する際に、 草海の基準とされたのが、北陸自動車道の新潟中央、JCT から、日本海東北自動車道の阿賀の架け橋までの間である。草海は高速道路に沿って設けられており、北側が中央区と東区、南側が港南区で、高速道路自体の陶器上の所在地は江南区となっている。国道剣道、ありがとうございます。